どうも皆さんこんにちは。日頃は高山市政に関するいろんな報道にご配慮いただきました。まずお礼を申し上げたいと思います。また今回急なご案内でございましたけれども、臨時記者会見ということで、ご出席をいただいたことを重ねてお礼を申し上げたいと思います。さて高山市では新型コロナウイルス感染症が市民の生活あるいは事業者の経済活動に大変大きな影響を与えているということを踏まえまして、国や県によるいろんな対策、それらを一緒になりながらですね、今まで第1弾、第2弾、第3弾と目打ち緊急経済対策を実施してきたところでございます。それも今着実に効果を上げつつあるというふうに評価はしているところでございますが、緊急事態宣言が解除された後でですね、各州の経済活動は徐々に再稼働を始めてきているというふうに見ておりますけれども、7月に入りましてですね、全国的に感染の拡大ということが言われておりまして、岐阜県でも知事の方ではもう第2波が来ているんだというふうに宣言をされているところでございます。これから3密の回避とかですね、基本的な対策を徹底していく、オール岐阜でそれを進めていくということは大事なことでないかなと私ども感じているところでございます。合わせてこれは長期にわたって対応していかなければいけないことでございますので、緊急事態宣言中の経済への打撃が非常に大きい、回復には相当時間を要するだろうと、そういう見込みであることから、感染を防止しながら市民の安全と健康を確保する、そういうことを第一義としながらも、事業者の経営あるいは労働者の皆さん方の雇用を守るための経済活動の回復ということも必要ではないかと考えているところでございます。ただ巷で言われているように感染防止対策が優先されるのか、あるいは経済活動回復を優先させるべきなのかというふうな議論があるようでありますけれども、私どもは少しそういう議論ではなくてですね、こういう緊急時にあっては高山市が持続可能な町で味続けるためには今何をしなければならないのかと、そういう立場に立って施策を講じていくという立場を私どもは持っているところでございます。そのためにここに掲げておりますけれども、基本的な考え方を3本出させていただいて、これに基づきまして緊急対策を追加実施することといたしました。一つ目はですね、感染症対策の強化ということでございます。第2波が到来したと捉えまして、安全安心な市民生活が確保できるようにより一層感染症対策の強化に取り組んでいく必要があるだろうと、これが第1点でございます。第2点目は児童生徒への学校生活等への対応でございます。前回学校が休校になったりとか、いろんな課題の中で子どもたちの生活が大変大きく影響をしてきております。今回も夏休みがですね、短くなっているというようなこともあり、未来を担うその子どもたちがですね、この期間充実した学校生活を送るために何が必要なのかと、その必要な環境を整えてやるべきではないかというのが2つ目の柱でございます。3本目の柱につきましては、経済活動や市民生活の回復に向けた取り組みをしていかなきゃいけないだろうということでございます。これは私ども行政だけではなしに、関係団体との協力のもとにですね、感染防止対策を徹底し、そして特に大きな影響を受けている産業、これのですね、回復に向けて事業者支援などを展開していきたいということでございます。そういうような考え方の中で、市民の皆さんや事業者の方々から寄せられる声をですね、大事にして、それを一つ一つ解決できるような政策に結びつけていきたいと考えているところでございます。それでは取り組み具体的なものについて説明いたしますので、資料の2ページをご覧ください。なおこの内容につきましてはですね、7月以降帰結していただいております予算、
も含めてでございますが、内容を紹介しておりますので、あらかじめご了解いただきたいと思います。感染症対策のまず強化でございます。感染症対策につきましてですね、個人それぞれがマスクの着用、あるいは手洗いなどの対策も重要でございますけれども、店舗などさまざまな方々が出入りする場所において感染防止対策がしっかり実施されていると、そしてそれで安全安心が担保されているということが非常に大切であります。このことは市民生活の安全安心を確保しながら、経済活動を回復していくことにつながっていくものと感じております。こうしたことから、市内の産業団体と連携をさせていただき、団体内の事業所などがガイドラインに沿った適正な感染防止対策を実施しているかということをですね、チェックする体制を構築する、また着実な感染防止対策の実施を図っていただく、そしてそれに基づいてですね、県が配布しておられます新型コロナ対策実施店舗向けのステッカーのですね、普及啓発を進めてまいりたいということでございます。これらにつきましては、第1弾の時の緊急経済対策で創設いたしました産業団体等活性化策支援事業補助金などの活用を想定をいたしております。また、保育所などにおける感染症防止対策といたしましては、私立保育所などにおけるマスク、あるいは消毒薬、備品などの購入などに支援を行います。また、公立保育園においては、感染予防のための備品の購入などを進めさせていただきます。さらに、私立保育所などにおける手洗い場の増設などの施設改修などにも支援をいたします。公立保育園における水道の自動水洗化ですね、手を出すと自動的に水が出てくるというような施設改修も実施してまいりたいと考えています。次、3番目、国保診療所などにおける対応でございますが、やはり国保診療所、休日診療所では、いろいろな患者さんがお越しになられるわけでありますけれども、感染拡大を防ぎながらも、必要な医療を提供できる体制を整えるという観点から、発熱者専用の出入り口を新たに設けさせていただきまして、感染者用の診察室をさらに整備させていただくというような施設改修も行わせていただきます。その他、4番目でありますけど、市役所におけるオンライン会議システム、これをもう導入させていただいたり、在宅勤務をしてもらう、職員の方に在宅勤務をしてもらうためのテレワークに必要な物品などの整備も行いたいと考えているところでございます。次に、児童生徒の2つ目の柱でありますが、児童生徒の学校生活の待望の関係でございます。学校における感染症対策としては、やはり3密を回避したり、いろいろ生徒の皆さん、教職員の皆さん方の感染を防ぐというような意味で、サーキュレーターやパーテーションなどを購入させていただき、設置をさせていただきます。また次、3ページに移りますけれども、学習環境の充実を図るために、学習をこう指導してくださる学習指導員、あるいはスクールサポート、こういう方々のですね、スタッフを新たに各校へ配置をさせていただきます。また、新宮小学校は今、長寿無化改修中で、エアコンが設置されてないんです。暑い中で、授業をしてて、そのまま歩いてですね、家に帰るとさらに熱中症になる可能性があるということで、帰りのバスをですね、仕立てさせていただいて、涼しいバスで家まで帰っていただくというようなことを、少し登下校用の運行をさせていただきたいというふうに思っています。さらにこの前の一斉休業、学校が一斉休業した関係で、いろいろ課題が出てきておりました。いわゆる自宅学習の関係のオンライン化の問題でございますが、インターネット環境がない家庭もございます。そういう方々に対して、貸し出し用のルーターを購入して、貸し出させていただいたり、あるいは学校におけるウェブ学習のためのですね、授業用撮影用カメラなども整備をしたいと思っております。また、これから修学旅行の関係出てきますけれども、その安全安心に修学旅行をしていただくために、看護師
さんをですね、同行していただいて、修学旅行に同行していただいて、子どもたちの安全安心を確保したいというようなことも取り組ませていただきたいと思っています。次、3つ目の柱の経済活動や市民生活の回復に向けた取り組みですが、最初に経済的影響が大きい業種への支援でございます。人の移動の制約などによりまして、公共交通の需要が大きく減少いたしております。このためにですね、ここに掲げさせておりますけれども、プレミアム付き公共交通利用券、これを発行させていただいたり、あるいは路線バス、貸切バス、タクシーを利用したときの企画商品を作っていただいて、それを販売していただくときに、行政の方から支援するなどの公共交通の利用促進を図りたいと考えているところでございます。別途字になっております資料あると思いますが、その資料の1ページをご覧ください。プレミアム付き公共交通利用券の発行につきましては、高山市公共交通活性化推進協議会の皆さん方に事業主体となっていただきまして、プレミアム率 50% の利用券を総額1億円の規模で発行いたしたいと思います。市はそのプレミアム分の3333万円と事務経費を協議会に助成をさせていただくということでございます。対象者は市民の皆さんでございまして、路線バス、タクシー、あるいは福祉有償運送、高根号などの乗車に利用していただける100円券15枚つづりをですね、1500円分になりますが、それを1000円で購入していただくと、500円分がプレミアムになると、こういう交通プレミアムの券を発行させていただきたいと思います。次に資料の2をご覧、2ページをご覧ください。9月15日にですね、広報高山号と合わせまして、その購入券付きチラシをもう配布、全市民の皆さんに配布させていただきたいと思います。使えるのは9月の15日から来年の3月31日までの予定でございます。このほかに路線バスや貸し切りバス、タクシーなどの企画をされた場合についてはですね、バスは1日1台について5万円補助、あるいはタクシーは1日1台について1万円を限度とした補助をさせていただく予定でございます。また旅行ツアー企画支援事業はですね、これらの県内の対象とした旅行などを企画された場合に対して補助をさせていただきたいということで、お一人2000円を上限に補助をさせていただき、また貸切バスなんかの場合につきましては1台について5万円を補助させていただき、タクシーの場合は運行経費を対象として1台について1万円を上限に補助させていただきますので、市民の皆さん方グループだとかですね、団体とかというところで、そういう旅行等を企画されるような場合については、これを大いに活用していただければなということで思っているところでございます。次に観光客の落ち込みなどによりまして、非常に厳しい状況になっております伝統的工芸品産業などを支援するための施策でございます。市が主催する各種大会やイベントなどの副賞を配っているわけでございますが、ノベルティなど、これを伝統的工芸品に変えさせていただいて、魅力や価値などを PR すると同時に、購入で支援をしていきたいということでございます。資料の4ページ、別資料の4ページの資料2をご覧いただきたいと思います。国指定伝統的工芸品、一刀彫りとか春剣塗りでございます。あるいは岐阜県が指定しているような郷土工芸品の売り上げが大幅に減少いたしております。県ではこれらの産業を守るためにですね、市町村がそういうものを購入して配るということであれば、補助率4分の3で総額500万までは県がその市町村に補助しますという制度を作っていただきましたので、それを活用させていただき、さらに私どもは1000万円上積みをさせていただいて、1500万円にしてですね、工芸品等を購入をさせていただき、市の事業等での参加者だとか商品に
して配っていきたいというものでございます。次に林業木材産業の建築関係についての需要の関係でございます。これらの産業は今も若干の影響出てきておりますが、今後大きく影響が出てくるだろうというところが皆様方からのご意見でございました。そのためにも資産財の利用促進を図る匠の家づくりの支援事業、これらの制度をさらに拡充することやら、あるいは市ですでに実施はいたしております住宅改修に関する各種補助金の補助率やら限度額を拡充させていただいて、建築需要の喚起と木製品需要の拡大を図ってまいりたいと考えております。6ページの資料3をご覧いただきたいと思います。匠の家づくり支援事業というのは、資料のとおり3つのタイプがございまして、若干補助内容が違いますけれども、基本的にはですね、主な構造材へその市で算出された材、それの使用量に応じて1リウベあたり2万円相当の助成を行ってきております。現在までは新築の場合は50万円、増改築の場合は20万円までが限度というふうにして今運用を図っておるんですが、これを倍増したいということで、1リウベあたり4万円に、限度額も新築の場合は100万円、それから増改築の場合は40万に増額したいということでございます。ただ、この新たに増額分についてはですね、市内の事業者が製造した家具とか木製品、これを購入していただくということが条件ということで、その費用に充てていただきたいということでございます。建築の関係もございますので、対象期間は令和3年の3月31日までというふうに決めさせていただきました。次に別資料8ページの資料4ご覧ください。一覧でお示しをいたしておりますけれども、例えば一番上の高齢者住宅バリアフリー改修事業でございましたら、補助率2分の1を3分の2にすると、限度額37万5千円を50万円に引き上げるというような感じで、記載の9つの事業について、このように特別措置を実施し、その補助事業の枠をですね、拡大をさせていただきたいと思います。これにつきましては、令和4年の3月31日までを対象期間とさせていただくつもりでおります。このほか事業主の指示でですね、休業した中小企業の労働者の方で、休業手当を受けることができなかった方に対して、国の休業支援金、給付金の上乗せ助成、これらも行っていきたいと思いますし、資金繰りの支援のための利子保証料の補給の取り扱い期間をですね、延長もさせていただきたいと思っています。続いて、心の豊かさを創出の関係でございますが、文化芸術活動がなかなかこういう状況の中で人を集めるということができなくて、低調になってきているというお声をそれぞれ聞いております。そこで文化芸術施設、公民館、スポーツ施設などにおいて、児童生徒などがお使いになられる場合の施設使用料の無料化を行います。また市民が文化芸術に触れられる機会をなるべく多く創出したいということで、市民文化芸術鑑賞事業、今までもやっておりますけれども、これの実施数を増やさせていただきます。次に国内観光プロモーションの関係でございますが、こちら の実施時期にはですね、今こういう感染拡大という状況、あるいは県境を越えての移動というのを自粛というようないろんなお声がある中でありますので、計画は今立てておりますけれども、実施につきましては、慎重に判断する必要があるだろうという思いで、今回発表させていただきます。いざというときにすぐ役立てるように、今のうちから準備をするというような感じで、これを実施するのは、このコロナの関係がどういうふうに推移するのかというのを見ながら判断をさせていただきたいと思いますので、お願いをいたしたいと思います。一つ目としては、教育旅行の誘致推進でございますが、教育旅行で高山を訪れていただける学生さんに対する助成制度でございます。これにつきましては、新たな制度創出でありますけれども、対象は高山市以外の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が実施するその修学旅行、遠足、あるいは校外学習などで、
もし宿泊をしていただければ、参加者1名当たりに2000円、学校については60万円の限度ということで助成をさせていただき、日帰りで高山を訪れていただく方については、参加者1名当たりに1000円、1学校について30万円以内の助成をしておうというものでございます。一応市の方でこれをさせていただきますけれども、窓口として飛騨高山観光コンベンション協会に窓口になっていただいて、補助金の支出をしていただこうと思っております。2つ目は旅行会社などがツアー造成である場合の助成制度でございます。別資料の10ページの資料6をご覧いただきたいと思います。旅行者の皆さん方がですね、新たな旅行商品を組んでいただいて、高山への観光客誘致を推進していただけるような場合につきましてはですね、1企画あたり100万円を上限とする企画補助をさせていただこうというもの、もう一つは市内の旅行業者が、今度は着地型の旅行商品をですね、企画していただいた場合については、1企画あたり20万円を上限として支援をさせていただこうというものでございます。このほか、テレビ番組の制作とか、ウェブサイト、SNS の宣伝等々、いろんなプロモーションをしていくつもりでおりますが、冒頭申し上げましたように、コロナ感染の状況を踏まえながらですね、実施については、今のところ考えながら進めてまいりたいという状況でありますので、ご理解をお願いしたいと思います。次に海外戦略の推進の関係でございます。これも今の観光の誘致と同様でございまして、実施時期につきましても、まだ外国のお客様がしっかりとお越しになられるような環境になっておりませんから、そういうような状況も踏まえながら判断をしてまいりたいというふうに思います。高山への来訪をですね、早期するための情報発信、これに力を入れていく、あるいはオンライン広告出向などをしていくというようなことを予定しているところでございます。特に多言語の観光ホームページ内でですね、特設のページを作らせていただいて、そちらの方からですね、映像、あるいは音でですね、魅力を伝えるような PR 動画とか、あるいは在日の外国人 YouTuber の方が流していただけるようなその紹介動画を作って流すとかいうようなことで、いろんな多言語でご紹介をするような仕方を進めてまいりたいというふうに思います。特設ページの方につきましてはウェブサイトのところの一部へですね、広告のような形で出させていただいて、そこをチェックしていただくと誘導できるような、そういうページを作ってまいりたいというふうに思っているところでございます。以上が取り組み内容でございますが、民間産業団体等においては緊急経済対策の第1弾で創設をさせていただきました産業団体等活性化策支援事業補助金を活用して、さまざまな感染症の防止対策や経済活性化対策に取り組んでいただいております。産業団体等活性化対策支援事業補助金を活用した民間の取り組みについて、若干ご説明をさせてください。別資料の13ページ、資料8をご覧いただきたいと思います。この産業団体等活性化策支援事業補助金につきましては、市内の事業者で構成されている組合とか協会などの団体などが、自分たちの経済活動の維持と市内の産業の活性化を図るために実施する緊急対策事業に対して支援をしております。補助率は10分の10、持ち出しはございません。限度額は1団体につき1000万円でございます。感染防止対策としては、さまざまな種別の多くの団体が消毒液やらマスクやら、フェイスシールドやらアクブリウム板などの感染防止対策としての消耗品や備品を購入されまして、構成員に配布するというようなことを行っておりますし、衛生コンサルタントによります構成事業者の個別指導、あるいは登山者に感染症対策を周知を図るための看板設置というような取り組みもございました。現段階では16団体から約4500万円の申請がございます。また、経済活性化対策として、商工業団体のクラウドファンディングによるオンライン物産展やネット販売の実施、それから商工会や商店街によるプレミアム付きチケット、あるいは商品券の販売、さらには観光関係団体による出足期を見据えた
ドローン映像の撮影とその動画の配信、等々ですね、いろんな取り組みが行われてきております。また観光関係団体や飲料業団体、それから土産品団体などが共同で国の GoTo キャンペーンに合わせて市内に宿泊した観光客の皆さんに対してサルボボコインあるいは商品券を付与するというようなキャンペーンを実施したりですね、宿泊業者共同で旅行商品を開発したりというような複数の団体が協力して取り組んでおるというような動きも出てきております。こちらの方は42団体から約2億3000万円という申請状況をいただいているというところでございます。今後もですね、こういう関係の団体の皆様方と一緒になって、このコロナ対策と進めていくためにも、このような活動をですね、大いに支援し、一緒になってやっていきたいなというふうでございます。最後にですね、予算規模の方のご説明をさせていただきます。予算規模といたしましては、総額2億8340万円になります。それぞれの取り組みの帰結予算や、7月10日に先決をさせていただいた予算、それから今日先決をさせていただいた補正予算という、予算の成立時期と金額がまちまちでありますので、資料14ページの資料9にですね、それを少し分けて掲載をいたしておりますので、参考にご覧をいただければありがたいと思います。今後もですね、引き続いて市民の皆さんや事業者の皆さんの声をお聞きしながら、きめ細かく対応をしていきたいと考えておりますし、刻一刻と変化する状況を見極めながら、必要な対策を実施してまいりたいと思いますので、どうか報道の皆様方におかれましても、よろしくご配慮いただきますようお願いを申し上げる次第です。なお、最後にですね、一つだけお願いがございます。ここのフリップの方にも出させていただいておりますけれども、昨今、感染者や、あるいは他地域からのですね、来訪される方々に対して、言われのない差別や偏見を持たれる方があって、社会的な問題になっているのは、皆様方もご存知の通りでございます。私ども思いますけれども、コロナが悪いのであって、感染した人が悪いわけではありません。まして、他の地域から訪れる方々についても、いろいろな事情があります。お互いに傷つけ合うことなく、大切な人権を守っていくことも、私たちの大切な使命の一つではないかと考えております。皆様方におかれましても、ご理解とご協力を賜りながら、言われのない差別、偏見というのが、この高山市内でも起こらないように気をつけてまいりたいと思いますので、どうかご協力、ご理解いただければありがたいと思います。長くなりましたけれども、私の方からの説明は以上とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは説明の方を終わらせていただきます。この後質問を出させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。すみません。NHK の吉村と申します。お願いします。はい、公共交通の利用促進事業の件でお伺いしたいんですけれども、はい、交通事業者の影響は甚大だということですが、やはり観光地でもあり、その影響はまだまだ交通事業者の影響は続きそうだと見込まれていらっしゃるんですが、タクシー会社であったり、あるいは路線バスの影響はどの程度だと今現状受け止めていらっしゃるのか。はい、じゃあ協議会の方の会長さん。後ほどですね、工業交通の活性化協議会の方で、また改めて記者発表をさせてもらいたい事案がございます。そこでもお諮りさせてもらうつもりではおりましたが、今現在ですね、公共交通の各種、利用状況ですが、お話のですね、高速バス等につきましては、4月から6月の期間ですが、マイナス 90%、これ、前年比です。
タクシーさんですと、マイナスの 80%、貸し切りバスですとマイナスの 95%、あとこの地域の、地域幹線バスというのですと、マイナスの 70%、地域の循環バス、野良マイカー町並みバスですとマイナスの 50% という状況です。4月 の緊急事態宣言以降ですね、やはり人の動きが止まってしまっております。この地域の中を回る場合は、医療ですとか買い物ですとか、そうした媒体で事情で利用される方はまだございましたが、全体的に市外からの流れというのは全くないというような状況ですので、よろしくお願いします。貸切バス、タクシー利用の企画商品販売の支援の件でちょっとお伺いしたいんですが、これ県内移動を対象にされているんですが、これやはりコロナの、感染などを鑑みて県内移動に限定されているのかということと、あと一番の事業、貸切バス投資利用支援事業ですと、日常利用などを除くとしていますが、具体的にどういった利用を想定されているのか教えてください。またこの事業を通じて、改めてどのように市内の特に多分貸し切りバス事業者が一番影響がひどかったので、そういった事業者をどのように支援していきたいのか、改めてちょっと聞き込みの方お願いします。政策部長の西永でございます。まず、県内という部分につきましては、今ご質問のとおり、現在、県内を基本に移動ということを、県も含め、推奨されておるところでございますので、それを前提に組み立てさせていただいております。また今の丸一番、いわゆる貸し切りバス等の支援につきましては、ご存じのとおり貸し切りバスにつきましては、さまざまな地域の行事、あるいは学校等の行事も含めて、ほぼほぼ、中止となってしまっている中で、今ほど 95% という副市長からの言葉もありましたが、会社によっては全く春から1台も動いてないというような状況がございます。そういった中で、例えば、地域内で、あるいは行く場所についてもある程度そういった3密にならないとか、そういったところを、言っていただくようなことを、地域の皆様方もいろんなところに出たいという気持ちもあるところでございますので、そういったところをうまく、コーディネートしながら、バス利用につなげてまいりたいという趣旨でございます。はい、よろしかったでしょうか。はい、その他ございますでしょうか。はい、お願いします。すいません、岐阜新聞です。教育旅行でちょっとお伺いしたいんですけども、結局これコロナで先の変更の動きがあるってことですけど、高山市内に来るそういう学校っていうのは、なんていうのか、こう他の他地域の学校のその現状というか、どれぐらいもうちょっと高山には行きませんとか、なんかそういう状況っていうのはかなり動きがあるのか、ちょっとそのあたり教えていただきたいと思います。はい、商工観光部の東野です。今まで来ていただいている学校の中で、高山市には来ませんとか、あとそういった直接的な回答っていうか状況は掴んではいないんですけども、まず各校では、コロナの影響もあるので行き先とか修学旅行の在り方等を検討している時期だというふうに認識をしているところでございます。あとそういった中で、やっぱり修学旅行っていうのは
高山市の観光にとって、リピーターにつながったり、移住というようなことにも期待が秘められているということで、しっかり実施時期等については検討していかないというふうに思っておりますけれども、こういった時期でございますので、合わせてこういった制度を創設することによって、より多くの子どもたちでに来ていただいて、良い思い出を作っていただければというふうに思っております。よろしかったですか。はい、そのままございますか。はい、お願いします。読売新聞の松本です。よろしくお願いします。会見資料の5ページに、高山市独自の施策とで第1、2、3弾でありますけれども、それで会見資料の最初の文にも、第1弾か第3弾の緊急経済対策の難しさとありますが、今回の対応については、この第4弾と位置づけでいいんでしょうか。はい。では、緊急経済対策の第4弾というふうな呼び方でいいということですね。企画部の戸田でございます。形としては第4弾ということにはなるのかもしれませんが、これから市長が申し上げましたとおり、コロナに関しては長期に及んでいくというような中で、またその都度その都度、タイムリーな形で対応していかなくてはならないということで、これからこの時が第4弾、第5弾だとかという形ではなくて、その都度適切に対応していくと。でまた記者さんの方にも、適切な形で発表していきたいというようなふうに思っておりますので、今回が第4弾ですという形じゃなくて、今回の対応はこのような形でやらせていただくというような形で受け止めていただけるとありがたいなと思っております。はい、そのほかございますでしょうか。はい、じゃあ宮崎さん、はい、すみません。今回、全体予算の全体的な話になるんですけども、これまで第3弾までは宿泊業者とか飲食業者とか直接的な被害を受けている業者さんの支援がメインだったと思うんですが、今回はより幅広い業種を対象としたような支援に回られているんだと思うんですが、改めてそのやっぱりコロナの広がりを鑑みてのこう予算措置だと思うんですが、今回の改めて予算措置というのはどういったこう視点で作られたのかというのをもう一度ちょっとお願いできますか。教えてください。はい、冒頭に申し上げましたように、当初このコロナの感染の経済的影響というのがどこまで広がっていくかということについて予想が十分できませんでした。そういう中で、4月、5月というような状況の中では、直接的に人の動きがなくなって、落とすお金がなくなってきたということで、宿泊関係とか飲食業の関係の方、あるいはテナント、休業の話がありましたので、テナントの賃料の保証とかって、そういう具体的なことで、目の前にすぐ迫ってきたという状況の中のものを今までやってきたんですが、ここ7月に入ってくるとさらに長引きそうだなという状況の中で、そうすると他の広がりみたいなところが声がだいぶ出てまいりました。それが交通事業者の話とかですね、それから木材業者の皆様方の話とかですね、そういう関係が出てまいりましたので、それはやっぱり拾っていくべきじゃないかなというふうに思って、今回今まで伺っておるような内容を少し取りまとめて付加させていただいたということでございます。企画部長から先ほど申し上げましたように、これで終わりということではないので、さらにまたいろんな影響が出てくればですね、その影響に合わせた対応をやっていくというふうに今のところ考えているところでございます。はい、それでは、佐々木さん。はい、どうぞ。
すみません、朝日新聞です。お願いします。市長にお伺いしたいんですが、お盆休みがひとまず終わってですね、街を見ても少しお客さんが戻ってきたかなという感じもしています。でも実際数値としては多分あまり、ね、大きな現象というのは変わらないと思うんですが、今現在第2波が到来しているという状況の中で、さまざまな、経済的な制約というのが今外されている状況で、このお盆休みを終えてですね、今の現状ですね、コロナに関して経済についての現状をちょっと教えてほしいなと思います。まだお盆休み終わったばかりなので、十分な検証ができておりませんけれども、まずお客様が一箇所に集中したっていうか、集中する場所が決まってたっていうのが僕の感想であります。そして、車でお越しをいただくお客様がもう圧倒的であったということであります。これはJR の方にお聞きいただいても、そういうふうにおっしゃられると思います。これが特徴的だというふうに思います。で、私が伺っている、宿泊関係の方からですと、やはりまだ3割ぐらいしか戻ってないよっていうお声を聞いておりますので、日帰りのお客様が多かったのかなと、いわゆる宿泊を避けるという、そういうお客様が多かったのかなというふうな、これは私の試験になりますけれども、感想を持ってます。ただ三町もですね、ちょっと密になりすぎてるっていう感覚を持ったので、これからはそのご案内をするのにですね、そういう限られた場所だけではなしに、もう少し広いエリアの方にお客様が行っていただけるような、そういう誘客の仕方っていうのをこれからは考えていかないかのかなと思ってます。今後見通しですけれども、GoTo キャンペーンもですね、そこそこ動いているようですけれども、首都圏の方の動きが解除といいますか、緩やかにならない限りは、これは一気に戻せませんし、特に高山市の観光というのは、中京圏がやはり主なお客様になってまして、愛知県知事がですね、あれだけちょっと徹底的に県をまたぐ、あれはご遠慮くださいということを、今、盛んにお話になって見えるもんですから、その影響が相当多くて、キャンセルもそういうので出てきているという状況があるもんですから、少し先が見えないというような状況というふうに捉えています。はい。その他ございます。はい、お願いします。すいません、中日新聞のことです。市長にお伺いしますけれども、下呂市で、感染者が、4月の末ぐらいに、出ました、確認されましたけれども、それからほとんど1ヶ月くらいということで、飛騨北部ではまだ感染者は確認されていません。この現状をどう受け止めているのかということと、いつ、感染者が、市内から出てもおかしくないという現状についてどう受け止めるかお願いします。はい、この現状をどう受け止めているかということについては、大変ありがたいという一言で言えば、市民の皆さんもご協力をいただいているんだと思いますし、それから訪れていただく方も、県外からもたくさん来ていただいておるんですけど、その方々も良識ある行動をしていただいているのかなということで、こういう状況で感染者がいないっていう、この環境はですね、一言で言えば本当にありがたいことやなと思っています。で、今後の関係なんですけど、これも何とも言えないんですが、ただ記者さんもご存知のように、PCR 検査っていうのは増えてきてますから、いつ起こっても、この飛騨地域の中にですね、いつ起こってもおかしくはないだろうというふうに認識はしております。どういう表現をしたらいいのかわからないんですけど、このままですね、このまま市民の皆さんが感染されないような状況が続いたらいいなと願っており、かつまた努力をしていただいている市民の皆さんに、本当に感謝するという、その2点でございます。はい、なんか言いにくいんですけど、なんと言っていいのかちょっと取りようがないんですけど、ただ明日にでも感染者が出る可能性は
まあ、あるというふうに認識はして、すべての職員もそういう認識のもとに対応する準備はしております。はい、はい、そのことございますか。はい、お願いします。どうぞ。すいません、高山市民情報社です。先ほど学習環境の整備の中で修学旅行への看護師の同行というお話があったんですけども、市内の小中学校の修学旅行なんですが、すでに完全に例えば中止を決められた学校があるのかという点と、また例えばその実際実施されるにしても例年と例えば行き先を変えられたり、もしくはまあ時期を大幅にずらされたりと、今のところ現状どのようになっているのか教えていただけますか。あ、すいません、教育委員会事務局の北村でございます。市内小中学校の修学旅行については第一波といいますか、春に感染が拡大した時点で一度延期をさせていただいております。したがいまして実施時期については9月以降12月1月ぐらいまでの間になっております。で、行き先についてはまあ、こういう状況ですんで今現在まだ検討している状況でございまして、中止を決定したという学校は聞いてはおりません。旅行形態、行き先等について学校において検討していると、まあ、教育委員会と一緒になって協議をしているという状況でございます。はい、その方がございますか。はい、お願いします。すいません、岐阜新聞です。ちょっと予算の関係で2億、まあ、3000万、8000万近く の, 予算措置ですけど、これはどこから の, その捻出というか、また財政調整基金を活用しての措置なのか、あと、財政もなかなかやっぱりちょっと厳しいというか、かなり今まで の, その対策の中でかなり使って見えるので、なかなか財政もちょっと。厳しい状況にあるのかなっていうふうにちょっと思うんですけど、そのあたり高山市としての受け止めなどちょっと教えてください。財務部の上田でございます。今の補正、先決補正予算の財源につきましては、国の補正、第2次の補正予算、それからそれを受けた県の補正予算等々もございますので、そういった補助金も往々に活動しております。その上で不足分については、まあ、財政調整基金から繰り入れているという状況でございます。それから今のコロナ対策といたしましては、まあ、実際は3月、前年度の3月から、まあ、第1弾、というふうに打っておりまして、以降、まあ、今の分まで含めてかなり何回も補正を組んでおりまして、これまでで使った財政調整基金はそのコロナ対策だけで32億ほど使っております。まあ、今後国の地方創生の交付金なども若干入ってくる予定はありますので、少しは巻き返せるということはありますが、それでも当初全く予定してなかった分でございますので、市の財政への影響というのはかなり大きいものというふうに捉えております。その他ご質問ございますでしょうか。はい、ご質問お願いします。朝日新聞ですが、旅行の、お話で、すみません、ちょっと先ほどの質問とかぶるんですけど、これまでも春先は比較的修学旅行の、子どもたちがたくさん来ていたと思うんですけど、何かこのエリアがこういうエリアから北陸方面から来ますとかですね、そういった現状があれば教えてください。あとこの助成内容 の, この金額の算出 の, なんか根拠みたいなものがあれば教えてほしいです。
すみません、商工観光部東野です。ちょっと修学旅行のエリア別みたいなのをちょっと分析できないんですけど、例年ですと約18万8000人くらいのお子さん、お子供たちが高山市へ修学旅行へ来てみるという状況です。すみません、森と関さん、何の関さんでしたっけ。今の修学旅行の補助金については帰結予算で対応するんですけども、一応宿泊の場合1人参加者2000円ということで、上限についてはちょっと1個あたり60万円ということで、ちょっと限定をさせて、ごめんなさい、2000円で60万円でございます。また日帰りについても、そのなんで2000円にしたのかっていう、うち高山市は、修学旅行だけじゃなくて国際会議とか、そういった方々がこちらへ来て、お泊まりいただいた場合に補助金を出しているという制度もございますし、そういった制度との整合性ですとか、また他の自治体の状況等も把握しながら、こういった単価を決めさせていただいております。はい、そのほかございますでしょうか。よろしゅうございますか。はい、それでは、ありがとうございました。ご質問ないようでございますので、今後新たにまた分野点があれば、それぞれ、担当部署の協力しておりますので、担当のところへ直接ということでお願いをしたいと思います。それではこれをもちまして臨時記者会見を終了させていただきます。